動画の視聴ありがとうございます。こちらでは、レップの公開模試のご紹介をしたいと思います。公開模試って、なぜ受けます多分二つほど理由があると思うんです。一つ目は、今年狙われそうな論点。それを解きたい。もう一つは、今自分の位置がどこにいるかを見たい。レックの公開模試、この二つの要素、十分含んでおります。こちらをご覧ください。 本試験の問題、こちらが70問あったとして、レップの模試、当連等、こちらを受けていると、論点的中が64問、昨年度ありました。まあ、5足すべてが当たっているというわけではないんですが、こちらの方、足レベルの当たり方をすると、64の問題について、足レベルの正当がされております。そのためなんですが、多くの方から、合格者の方から、 多めの言葉はい、そのためなんでしょう。こちら、デックの模試。多くの方が受講しております。本試験、実際の受験人数等を考えてもらうと、この1478がいかに大きい数字かも分かると思います。また 実際合格者のうちどれぐらいの方が選んでいるかというと7人中5人がレックの模試を選ばれておりますではこのレックの模試どんなものがあるのかをご紹介していきます全部で公開模試は4回あります全国公開模擬試験 こちらの方が1回と2回。全国スーパー公開模擬試験。これが1回、2回でトータル4回です。この4回というのには一応理由があります。本試験っていろんなバージョンがありますよね。午前が難しく、午は簡単とし、また逆の場合。不動産投機は難しく、商業は取りやすい。不動産投機は取りやすく、商業は難しい。 いろんなバージョンがありますこの4回というのは、いろんなバージョンを試してもらうための4回なんです。毎年、本試験の傾向は変わってきます。4パターン受けて、どのパターンが来ても対応できるようにしてほしい。そういった意図から、デックの公開模試は4回という設定になっています。具体的には日程の方を見ていきましょう。日程としては、まず第1回目が、まあ、ゴールデンウィーク。 もう冒頭に来ます。で、その後、1ヶ月程度間を空けます。その間に自分の実力を伸ばしててください。その後は、本試験まで、ほぼ毎週と言っていいほど、模試が待っています。これがレックが行っている模試の回数、そして設定になります。まあ、すべてを受講していただく。これが一番こちらが望んでいることです。ただ、 え、こちら一回だけ、二回だけ、でも受けられるように設定をしています。普段、他社の本試験、他社のね、模試等をメインにしている方。であっても1、一回二回は、レックの模試を受けるのはどうでしょうか。まあ、ちなみに、この模試の受講、いろんな特典がついています。こういったような、模試、申し込み特典や受講特典。いろんな特典動画。 特典講義が受けられるようになっています。ぜひご検討ください。最後になりますが、一つあるページを紹介させてください。こちらの方、レックの公式ホームページの方に受験生応援企画。応援サイトがあります。こちらの方には。本試験の外相が出ましたよとか、そういった本試験情報。 それ以外にも、相談会があるよとか、お役立ち動画があるよとか、はい、他にも、一問一答のメールを毎日送るよとか、本試験後のいろんな情報などもこのページでまとまっています。場所としては、こちら、BEC の公式ページの使用書試験の講座、その後に、 応援サイトというのがあります。こちらの方にありますので、ぜひ一度立ち寄ってみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。では、直前に習中、頑張ってください。